はい、こちらは木立タイプのブルームーンというバラなんですよ。実はこのブルームーンは山本 X 使ったんですよね。なんかいい感じに育ってる気がする。去年より花数も多い気がする。ちゃんと剪定もあるかもしれないな。剪定もちょっと腕が去年より上がったかな。いつもねお花も1個か2個かぐらいしか見れなくて、やっぱ剪定が下手だったんだと思うんですけど、あと株もねやっぱりこれでやっと4年目か、やっと4年目なので、まあこんなもんなのかしら。はい、ではつぼみ見ていきますね。これこれ今までっていうか、草丈タイプの場合は脇を残してたじゃないですか、ジュラブ系の。でもこれ木立バラなので大きいバラがプリンとこう立ってた方がすっきり綺麗なんですよね。なので逆にこのちっこい方を取りますね。もうだいぶ育ってるから、ね、大丈夫でしょう。虫に食われないことを祈りつつ、この脇の子たちを取ります。はい、こんな感じで1個大きいのを残しました。脇の子、逆に子たちのバラの場合は脇に入れているちっちゃいのを取って大きいつぼみを残しますね。でもこれはまだねちょっと脇の子が、あ、これ脇の子いないかな、これ1個だけだな。これとかね脇から出てるんですけど、まだちっちゃいじゃないですか。これはちょっと危険なのでもう少し育つの待ちますね。育って安心して切りたいですね。これもね脇からつぼみが育ってきてるんですけどね。まんとこんな感じです。はい、今日は木立バラの、ブルームーンのつぼみを選んでいる様子をご覧いただきました。こちらの動画内で映っております、私のブルームーンは受影しておりますので、はい、受影のブルームーンです。で、まずですね一つ訂正をさせてください。私、今回の動画の冒頭でですね、剪定が上達したとかですねちょっとふざけたこと言っておりましたけど、あれ実はですね私の動画バラの肥料を比較するというシリーズ内で使わせていただいてます、山本 X を開発された元講演所の山本先生がご自身の YouTube チャンネルで冬剪定 のやり方をですね、教えてくださってたんですよ。それを忠実にやったまでで、私が勝手に上達したわけではないので、そこは訂正させてください。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。はい、ということで話戻りますけど、この木立バラの場合ですね、縦長のシルエットにこの大輪咲きの大きなお花が上の方にポン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 と咲くわけですね。大きい花があったり小さい花があったりするよりは、大きいバラがポンポンポンとあった方がシルエットとしても綺麗だと思いますので、大きいつぼみの周りの小さいつぼみを処理をして大きいつぼみにエネルギーを集中させて綺麗なバラを咲かせるという願いを込めてですね、小さいバラを取る作業をいたしました。私はそういう風にやってみました。はい、よかったら参考にされてください。で、ですねこの、ブルームーンはその名の通りですね、青系のバラになりますね。青系のバラってよく弱いって言われてますよね。株自体も病気になりやすいし、花びらもやっぱ弱い、傷みやすいというのはですね私も薄々感じてました。まあやっと4年目なんですけど、このバラですねやっぱ3年育てて強くはないなと、弱いかなとは思ってました。ということで先ほども話に出てましたけども、カンピにですねなんと
山本 X を施しております。なので、もうすぐ春から咲きますけど、皆さん気になりますよね。山本 X で咲いたブルーム、冒頭でも言ってました、つぼみが増えたような気がするとか言ってましたよね。いい感じに育てるって気になりませんか。なのでどんな花が咲くかですね、気になりますよね。なのでよかったらチャンネル登録をして、ベルのマークを押していただいて、通知を受け取ってお見逃しがないようにご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、評価ボタンもついでに押していただいたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、でこの写真ですね、雨に濡れているブルームーンなんですけども、ブルームーンって雨が似合うと思いませんか。この写真を見て、あの他のバラは雨に濡れているとちょっと残念な感じなんですけど、ブルームーンだけは本当にね雨が似合うんですよね。なんかなんて言うんでしょう、こう憂いに満ちた感じで、ちょっと見てると切なくはなるんですけどね。そしてこの写真はですね、挿し木で育ててたブルームーンなんですけど、挿し木なのでもちろん株自体小さいです。この花もですね、本当私手小さい方なんですけど、グーチョキパーのグーぐらいの大きさでした。ブルームーン、小出しバラのブルームとしてはちっちゃいバラでしたけども、冬にですね、いつの間にかつぼみができてて咲いてたんですよ。で冬だから多分アントシアニンが花びらの方にすごく回ってたんでしょうかね。すごく濃いバラ、先ほどの写真のバラよりも濃いですよね。濃い紫色のこういうバラが咲いてたんですよ。で花形もすごく綺麗で、絵みたいですよね。絵じゃないんですよ、これ写真ですよ。何の加工もしてないです。周りちょっと黒くはしてますけど、影をつけてる感じ、周りだけですね。花びらじゃないですよ。写真の枠は黒くなってますけど、花自体は何にも加工なしでこんなに綺麗なんですよ。こんな綺麗なバラをも咲かせる株なんですよ、本当は。だからきっと春バラ、山本 X も使ったし、いい花咲いてくれるかなって期待してます。はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。またぜひご覧ください。笠駒でした。ありがとうございました。